はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回はチューハイですね。玉露と抹茶チューハイ、朝日。お茶中。アルコール度数 5%。宇治抹茶使用。原材料が焼酎と玉露過去国産と、煎茶過去国産と抹茶過去国産と香料とビタミン C。そして無炭酸となっております。玉露と抹茶に煎茶を加えて仕上げた、まろやかな味わいのチューハイです。宇治抹茶 12% 使用、全茶葉の、中の宇治抹茶の使用割合と書いてありますね。軽く振ってからゆっくりとお開けください。玉露か。玉露はあれですよね。かなり、カフェインが入ってるんじゃなかったっけ？玉露って。乾杯。うわぁ。これか。うわぁ。焼酎使ってるだけあって、結構なんかあれっすね。お茶割りですね。焼酎の甘みが生きてんのは生きてんだけど、そもそもお茶自体が苦くないんで、で、だから例えば、まあ苦いお茶と、焼酎混ぜると、焼酎の甘さと、その、お茶の苦みが、味わえて結構美味しいんですけど、これは、もうそもそもお茶自体が苦くないので、全体的に甘い仕上がりになってるね。まあ甘いって言っても、砂糖は入ってないんで、まあ、砂糖の甘みではないんですが、そうですね。今日は、お茶ということなんで、こちら丸ごとバナナの実を、これ食べたいと思います。さっき買ってきました。さっき買ってきましたが、丸ごとバナナ美味しいよね。丸ごとバナナはうまいわ。ただミニだからね。ミニバージョン。このさ、クリームの量がいいよね。うまっ。ただ丸ごとバナナ結構高いんだよな。あ、うめ。うまっ。この生クリームのたっぷり。もうちょっと苦いお茶使ってればな、すげえ、なんか、お茶の葉っぱが入ってる。これ、賞味期限大丈夫だよね。2017年4月、7月。これ大丈夫か。ほら、沈殿。これわかるかな？なんか黒いの入ってるでしょ。これ、お茶の葉っぱですね。珍しい。お茶の葉っぱ、なのかこれ。葉っぱかこれ。なんか葉っぱっぽい。まあいいや。でもやっぱお茶だったら、多いお茶の濃い味が苦いですね。
一番そこら辺で売ってるあのお茶飲料の中だと。やっぱあれを焼酎で割るのが、焼酎で割るのが一番いいと思う。うん。苦、あの、お茶割りはやっぱり苦いお茶と合わせるのが一番美味しいですよね。あ、ウーロン茶もそうなんだけど、ウーロン茶も結構苦いやつの方が、あの、お茶と割るのには、いいと思いますね。あ、美味しい。うん。あ。生クリーム好きなんですよ、俺。あの、ショートケーキとかも、生クリームがたっぷりついてるやつの方が好きなんで。ただ、あんまり食いすぎると気持ち悪くなるんですけどね。生クリームはほら、油だから。まあ悪くはないんだけど、別に良くもないな、うん。特にこの玉露と抹茶チューハイって書いてあるくせに、別に玉露がどういう味なのか俺には分かってないんで、あの、全然分からないのと、うん。個人的にお茶は玄米茶が一番好きですけどね。うん。お茶は玄米茶が一番好きなんだけど、玉露なんて俺高いから飲んだことないけどね。いや、飲んだことあるのか。飲んだことはあるんだけど、なんかどんな味だったか、別に普通の煎茶となんか変わってるかって言われると、はえー、だ、多分変わんねえなって。うん。普通の煎茶と何が違うんですかって言われたら多分わからないですね。4343です。ご視聴ありがとうございました。